俺たち東海釣りビギナーズ。皆さんこんにちは。東海釣りビギナーズのまさしです。今日はですね、皆さんにご報告があって、ちょっと動画を撮っています。まあ、内容としましては、実はですね、僕は9月24日、まあ先月なんですけど、に、2級のですね、船舶の試験を受けまして、なんとですね、見事合格することが、できました。それでですね、これが、免許証になります。これ落とすぐらいかな、送られて、来てですね、これで晴れて、2級船舶の免許を取ったってことで、今後ですね、僕たち、東海釣りビギナーズとしましては、まあ、船釣りをですね、ちょっと増やしていこうかなっていうふうに、考えて、おります。今もですね、船釣りは、ちょこちょこ行ってまして、名古屋港のですね、ティアートロップさんっていうところに、お世話になっているんですけど、今後はですね、僕たち、3人だけでも、動画を撮っていきたいと、考えています。まあ、どこの海で、まあ、釣りをやるかって言いますと、まあ、主に、浜名湖と、まあ、あと三河湾かな。まあ、あとですね、伊勢湾、伊良湖水道とか、まあ、その辺になるのかな。その辺になります。まあ、とりあえずですね、いきなり、まあ、免許取ってすぐ釣りに行くぞっていうふうにはいけないんで、まあ、とりあえずは、レンタルボートでも何でもいいんで、ちょっと、船の運転に慣れてから、あと釣りに行ってですね、とりあえず3人で。それで、だいぶ慣れたなと思ったら、レンタルボードを借りてですね、僕の YouTube の登録、チャンネル登録してくれている方や、まあ、ファンの方たちを、まあ、無料でね、呼んで、まあ、一緒に釣りをやろうという、企画もですね、僕たちちょっと考えてますので、ぜひとも、チャンネル登録の方を、よろしくお願いします。まあ、あとですね、チャンネル登録者数が、まあ、増えて、まあ、この YouTube で収益が出るようになったら、僕たちで船を、まあ、所有することもちょっと、考えています。あとですね、僕たちの、今の目標としましては、今年中になんとか、チャンネル登録者数、1000人達成したいっていうことなので、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いします。簡単にはなるんですけど、まあ、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。